43.3% の高い数字を残しています。昨日も2本決めたコモナです。ここもコモナコーナーから、これは2ポイントです。ここはウト・ウィルソン、ムボジといて、ムボジに入った、ムボジのシュート、これはうまくウィルソンからムボジに入りました。うまい合わせのプレーだったんですが、奈良もしつこく守りました。そしてウト直樹から、ここもムボジ、同点に追いついた奈良。そしてこのボールを奪った、そしてそのまま持っていったレオライオンズ、エンドワンです。ここは11番杉本の見事なディフェンスから、スティールから、そして小林、さらにラベネルというメンバーとなっています。ここアシュリーに入った、ラベネルから杉本、ラベネルに合わせていったワンハンドダンク。さあウトがフリーになった、スリーポイントシュート、ここもリバウンド千葉、そのままここもラベネルに入った、ライオンズからここもラベネルに入った、そしてエンドワンです。レオライオンズがふわっとしたトス、ファールウィルソンです。2つ目ウィルソンとカラス、ウィルソンの動き、ワンフェイクを置いて、これはエンドワンです。ジェレマイア・ウィルソンです。ライオンズ、レオライオンズリバウンド自ら拾った、そしてここもエンドワンだ、藤高に入れて、ここからの動き、藤高がパラスをかわそうというところ、7ボールです。ショートクロック残り5秒、フェイントで激しいがパラス、ここはオープンでした、奈良としては助かりました。板橋アタックをしてからフローター、板橋、あースリーポイントシュート決めてきた、残り5秒、これは遠目から狙っていって、ここで試合終了、アルティーニ千葉